皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は、私が考えるストレスフリーになるための方法を5つご紹介したいと思います。ということで、皆さん多分年齢についてよく、年齢がストレスになることってすごく多いと思うんですけど、やっぱり今の時代は年齢を気にせずにファッションとかメイクとか、まあいろんなことを楽しむっていうのが大事な世の中になってきていると思うので、ぜひ皆さんにもこの考えを持って、私が、まあ、年齢を気にせずに生きる方法を5つお伝えしていきたいと思います。ということで、まずやっていることをご紹介していきます。それでは行きましょう。ということでやっていきます。まず私がやっていること、1つ目、じゃん、こちらです。まあ、ロリータを着ることっていうのももちろん好きなファッションを着るっていう意味ではあるんですけど、特にやっているというかものとしてはこちらです。ピンクを着ることです。やっぱり女の子、女性ってピンク好きな方ってめちゃくちゃ多いと思いますし、なんか女性の色といえばピンクみたいなところがあると思うんですよね。まあ、これは私のまあ持論なんで、まあ参考にっていう程度に聞いていただければと思うんですけど、やっぱりピンクってすごく、まあ恋愛も上がるし、すごく可愛く見せてくれるし、若く見せてくれるし、なんか気分が上がるんですよね。だから、まあ、もしストレスが溜まっちゃったっていう時にピンクを着るとすごくすごくこう気分が上がるんですよね。なのでまず一つ目はピンクを着るということがすごくストレスフリーになるコツだと思います。まあ、もしあれだったら別に好きな色を着るっていう風に言い換えればいいと思うんですけど、まあ私の場合はピンクが好きなのでピンクを着る。だけどまあいろいろね、皆さん好きな色違うと思うので、まあ、ピンクにちょっと抵抗があるなっていう方は自分の好きな色をお洋服に入れたりとか、まあ、バッグの中に入れたりとかするだけでもやっぱりテンションが上がると思うので、まあ、もしストレスが溜まったなってやっぱ顔に出ちゃうと思うんですね。そういうのって良くないと思うので、ストレスが溜まったなと思ったら、まず自分の好きな色を取り入れるということが一つ目になります。はい、続いては二つ目はキャラクターを持つということです。まあ、皆さんいろいろキャラクター好きな方多いと思うんですけど、私最近サンリオのこちらのキャラクターにハマってたりとかして、やっぱりもうサンリオとかも大人になったら持たないみたいな方多いと思うんですけど、まあ、ディズニーもそうだしサンリオもそうだと思うんですけど、キャラクターってすごく癒し効果があるんですよね。見てるだけで。ぬいぐるみとかもそうだと思うんですけど、だからキャラクターを持つっていうのはすごくストレスをフリーにするために重要なことだと思います。なので皆さんも、もしね、なんか見てて癒されるものとかを無駄金って言ったらあれなんですけど、まあ、癒す、まあ、ダフィーとかシェリーメイちゃんとかも、まあ、大人でも買うじゃないですか、普通に。で、なんか見てて癒されるなっていう風に思うので、まあ、こういうサンリオのキャラクターもそうですけど、まあ、カバンに1個入っててもいいし、ベッドに置いといてもいいと思うんですけど、いるとやっぱ癒し効果があると思うので、キャラクターを取り入れるっていうのが2つ目、ストレスフリーになるための2つ目になります。はい、続いて3つ目に行きます。3つ目、じゃじゃん、こちら私いただき物なんですけど、お清め塩スプレーっていうのを実はいただいたんですよね。私今年、まあ、36歳になる年、まあ、イノシシ年なんですけど、まあ、年女であり、
まあ、厄年だったんですね。で結構、まあ、ついてないこととかもあってなんか、まあ、それをね相談していたんですけど、そしたらその相談した相手の方にいただいたんですけど、お清め塩スプレーというこちら、すごくないですか？初めて私も見たんですけど、お伊勢さんのお清め塩スプレーっていうのはこれ通販で買えるらしいんですね。で、まあフレグランススプレーでこの中に塩が入ってるの、わかるかな？で、お伊勢さん外本店で売ってるのかな。で、まあ、香りと浄化を楽しめるフレグランススプレーですって書いてあって、で、まあ、これをね肩にシュッシュッとするだけでなんかね香りもなんていうのかな、まあ、入ってるものはなんかそうローズマリーだね。ローズマリーの香りが結構癒し効果があって、で、まあ、厄年っていうのもあったので、まあ、嫌なことが続いた時とかも寝る前とかに、まあ、肩のところにこのスプレーをシュシュッとして、で寝たりとか、あと、まあ、このぐらい、まあ、手のひらサイズだったので持ち運びも便利なので、ちょっと持ち運んで、まあ、ちょっと嫌なこと言われたりとか、まあ、ちょっとストレスを感じたりとかした時にこうシュッシュッとやるだけでもローズマリーの香りなので、こうなんていうのか、リラクゼーションサロンとかマッサージ屋さんとかに行くとこう香る香りってあるじゃないですか。そういう香りがするんですよ。だから本当に癒される効果があるし、プラス街中でっていうか、まあ、職場とかでやってもそのあんまり皆さんに香水つけましたよねみたいなことは言われないくらいのものなので、まあ癒し効果もあるし、お清め塩スプレーってこういうのがあるんですよ。だから東京の方でもね通販で取り寄せることも可能らしいので、私はこれまだいただいたもの1本目なんですけど、本当今後もずっと使っていきたいなって思うものなので、こちらをこれからも、ね、取り寄せたりとかして、なんか嫌なことがあった時にこう肩にシュッシュッとすると、まあ、結構癒し効果もあってストレスフリーに過ごせるかなと思います。はい、続いては4つ目は、これはまあナース的ないいことなんですけど、深呼吸をするということです。これは多分皆さん簡単にできることだと思うんですけど、まずやっぱり緊張している時とかどうしてもこうストレスフルな時って呼吸を止めちゃったり浅くなっちゃったりするっていうことが結構多いと思うので、それは体にも良くないし血流的にも良くないと思うので、ちょっと忙しいなっていう時はこう鼻から吸って口から吐くみたいな、まあ、腹式呼吸を一回意識的にすると結構気持ちが落ち着くし顔色も良くなるし、まあ、冷え性だったりするとどうしても手首とか足首を温めたりとか首とかね温めると血流が良くなるというんですけど、まあ、温める時間がね仕事中はなかったりするんで、まあ、そういう時に簡単にできる方法はやっぱり深呼吸をするっていうことはすごく大事なことだと思います。なのでもし忙しい時とかちょっと辛いなって思う時は深呼吸をするっていうのを、まあ、ちょっと心がけるとすごく気分も浄化されるのでぜひやってみてください。私もね結構新人ナースの時に夜勤とかあって結構生活が乱れることも多かったりとか、あとは、海外に行ってまあすごい大きな舞台に立ったりとか、あとなんか時差ですごく時間が不規則になっちゃって、まあ、不眠症になったりとかしたことがあるんですけど、やっぱりそういう時でもなるべく深呼吸をすると気持ちが落ち着くっていうのはすごく感じたんですね。なのでもし皆さんも、まあ、
多分意識的にしてる方って割といないのかな。簡単なことすぎて当たり前すぎて意識的にやらないのかなと思うので、ぜひもし緊張、まあ、ストレスフリーになるためにはちょっとそういう、緊張をほぐす方法としては深呼吸をするっていうのはすごく大事なことだと思います。あとはね、ツボ押し、なんかこういうところとかのツボ押しをするとリラックスするっていうのもあります。続いて、まあ、ストレスフリーになる方法としては、次5個目です。5個目はですね、ちょっと値段が高いんですけど、私最近免税店でね、こちらを買ってみました。クレドポーテっていうブランドのクレドポーテルセラムっていう美容液を買ったんですけど、まあ、これストレスフリーかどうかはちょっと謎なんですけど、なんか高い化粧品、これでなんか 30ml で1万6000円ぐらいするのかな。でも夜寝る前とかにこうなんかつけると、まあ、もちろん肌もすごく透明感も出るしもっちりするので、化粧水というか美容液的にも もちろんおすすめなんですけど、まあ、やっぱり高い化粧品を使ってるっていう高揚感ってあるじゃないですか。あ、なんか効果出てるなみたいな、まあ、もちろん効果もあるんだけど、まあ、そういう意味でクレドポーテデビューを私しました。でこれなんでデビューしたかっていうと、最近写真集で話題の田中みな実さんがこれをすごい勧めてて、なんかアマゾンプライムの番組かなんかで勧めてて、と思って、でも高いからどうしようかなって迷ってたんですけど、この間免税店で売ってて、で値段まあ1万6000円ですけど、まあクリスマスプレゼント、自分へのクリスマスプレゼントしてちょっと買ってみようって思って買ったんですけど、2週間くらい使ってるんですけど、結構やっぱりもっちりしてて、なんかキメも細やかくなったし、乾燥も防げるし、すごくいいなって思ったんですよね。でまあちょっとこう高いものを使ってるっていう、まあ、そういう気分的なものもあるのかもしれないんですけど、でもすごく良かったので、まあ、自分へのご褒美としてそういうちょっとまあマッサージに行くとかエステに行くっていうのももちろんいいと思うし、もう私はちょっと時間がないので、こういうちょっと高い化粧品を買って、まあ、顔につけることで、あ、なんかストレスフリーだなみたいなことを感じてるっていうのがまあ一つあります。ということで、まあ、自分にご褒美をするっていうことが、まあ、5つ目ですね。まあ、私は今回クリスマスっていうことで高い化粧品を買ったんですけど、まあ、別にご自分が好きな、まあ、なんだろう、ライブに行くとかね、好きな芸能人とか歌手のライブに行くとか、まあ、ディズニーランドに行くとか、好きなお洋服を買うとか、まあ、ブランドも買うとか、まあ、特に年末年始いろいろ皆さんあると思うんですけど、まあ私は今回はこのちょっと気になってた自分の好きな芸能人も使っているクレドポーテを買ったんですけど、皆さんもちょっとこういつも買えないようなものを買う、行けないような場所に行くっていうのもストレスをフリーにするための一つの方法だと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。これが私がいつもやっているストレスをなるべく減らすための方法でした。ぜひ参考にしていただければと思います。それではバイバーイ。